皆様お待たせいたしました。ただいまよりファブバロランとファン感謝祭コスプレイヤーもいるよスペシャルサポーテッドバイソフマップを開催いたします。本日司会進行を担当いたします e スポーツキャスターの谷藤ひろみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速でありますが本日の出演者の方々を紹介してまいりましょう。まずはファブゲーミングバロラント部門よりバズ選手、ファントム選手、ミンティ選手、ポッキーコーチです。皆さん拍手でお出迎えお願いします。さあ4名にご登場いただきました。はい、今日皆さん来ていただきありがとうございます。みんなで楽しんでいきましょう。はい、バロラント部門のヘッドコーチのポッキーです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ファントムです。皆さんと一緒にイベント盛り上げれるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。バロラント部門のバズです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして本日ご出演いただくコスプレイヤーの皆様にもご登場いただきます。ミラさん、ロムさん、渡来さんです。どうぞ。さあ皆さんがバイパー、ロムさんがジェット、渡来さんがキルジョイのコスプレで登場していただきました。皆さんこんにちは、ミラと申します。本日はすごい楽しみにしておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ジェットのコスプレをしておりますロムです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回キルジョイのコスプレしてます、渡来と申します。皆さんでいっぱい盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はこのメンバーでこちらのイベントをお届けしていきます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。では早速なんですけれどもトークセッションに移ってまいりたいと思います。今回こういうお題を用意しております。題して来場者の推しを当ててみろ、バロラントのエージェントで彼氏彼女にするならランキングトップ3を当てましょう。事前に来場者の皆様にですねバロラントのエージェントで彼氏彼女にするなら誰かというアンケートを実施させていただきました。その中で最も投票が多かったエージェントトップ3を皆さんへ予想していただきます。女性が選んだエージェントとなります。まずは A チーム、ファントム選手とバズ選手です。続いて B チーム、ミンティ選手とポッキーコーチです。そしてコスプレイヤーチーム、ミラさん、ロムさん、渡来さんです。3チームそれぞれ分かれて当てていただきます。今回ですね予想を最も当てられなかったチームにはバロラントへの愛が足りないということで苦い苦いセンブリ茶を一気飲みしていただきますので覚悟して臨んでください。ちなみに第1部ではバズ選手とファントム選手が飲まれておりますので2杯目おかわりにならないように頑張っていただきたいなと思います。シンキングタイムに移っていただきたいと思います。どうですかロムさん、結構難しいですかこれ。女性ですね、はい、女性が選ぶってことは多分男性とかやっぱね彼氏にしたいっていうところもあると思うので、さっきは男性が選ぶだったから女性のエージェントだけだったんですけど男性エージェントも入れなきゃいけないってなるとちょっと倍率とか難しいなっていうのはありますね。ちなみになんですけど先ほどの男性が選んだ1位がバイパー、2位がキルジョイ、3位がジェットでして、今日ちょうどね揃った偶然なんですけど拍手どうでしょうファントム選手、バズ選手結構悩んでるようですけど、あでもなんか何系欲しいですね、イニシエーターとかセンチネルとかそんくらいのヒントがあるとちょっと、これヒントいいですかちょっとだけ。ああじゃあ1位のヒントいきますか。そうですね、センチネルですかね大丈夫ですかちょっとこれまずいかもしれないあれセンチネル、これ騙されたかもしれない、あれちょっと待って忘れてください、最近強化されましたちょっと待って答えじゃないですか、大丈夫ですか。彩香さん、顔と声と服の乱れなさ面白いな、紳士的、キザなところも愛らしく、おしゃれさんなのでちょっとした変化にも気づいてくれそう、ピアノが弾けるところもかっこいい。そうなんですか、ピアノ弾けるんですか。スラスラとペンが進んでるミンティ選手どうですか。まあ1位はちょっといいヒントをいただいたのすいません答えみたいな感じで言っちゃったんですけど、女性キャラ入ってる確率どんぐらいですかね。まあ3分の1はあるんじゃないですか。それは3位の中に入ってるってことでいいですかまあどうですかね、2位か3位かはちょっと言えないですけ ど、 なるほどコスプレイヤーチームどうですか。3位だけがどうしてもちょっと意見割れちゃって、どんな意見出てるんですか。でもなんか男性キャラだのかなと思ってたんですけど、女性が3分の1入ってるってことは、いや嘘かもしれないですよ。マジでマジで私も嘘つきますからね、もしかしたら1位も違うかもしれないですね。ファントム選手とバズ選手
男性キャラを2位に入れたいと今声が聞こえております。では順番に答えと理由を聞いていきたいと思います。じゃあコスプレイヤーチームの答え見ていきましょう。こちらです。じゃん、1位チェンバー、2位ソーバー、3位バイパーにしました。おお、なるほどなるほど、はい。理由はありますか。まあ1位チェンバーは確定、ほぼ確定かなと。はい、まあ、まあまあ、あのヒントもいただきましたし、はい、はい、1位チェンバーにしました。で2位の相場はまあ我々のね、あのレイヤーさん、あのヒュマくんがいるんですけど、はいはい、ヒュマくんもあのイケメンですよね。で、うんうん、いやまあ相場もイケメンじゃないですか。うん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 、絶対人気だな相場だなっていう。あと声もいいっていうのを結構、はいはい、あの私の周りの人たちも言ってたり、おばあちゃん思いですしね、かなりなんか紳士的なんじゃないかなっていうので、うん、あの相場人気かなと思って2位に入れました。3位が、ね、やっぱりクールな性格とあの、ね、身長も高くてあのかっこいいっていうので、で3分の1入ってるかなみたいな話を聞いたんで、はい、バイパーにしました。なるほど。では続いてミンティコーチチームです。全く同じです。で2位3位もほんとめっちゃ理由同じで、はい、まあ、相場は、まあ、顔もいいですし、うん、声もいいし、あと、うん、まあ、弓使ってるっていうところが弓使ってる弓使ってるってところがいいかなと思いますね。バイパーは、まあ、お姉さんキャラだし、はいはい、なんか女の人も好きそうなんで、はい、入れちゃいました。ありがとうございます。なんかちょっと喧嘩みたいになってもるファントムバズチームを見ていいですか。ではお願いします。まあ、僕たちも、まあ、チェンバーキルジョイフェイドっすね。僕たちもあ、もうじゃないか。理由は改めて、まあ、理由はそうですね、まあ、バズがフェイドはいいみたいな。やっぱフェイドは女性人気高いらしいんで、ちょっとかっこいい女性キャラみたいな、はいはいはい、感じだから、まあ、おそらく入っているだろうって。キルジョイは知らないです俺は。まあ、キルジョイはあのさっきの部でもとりあえず入れて外したんで、まあまた入れとこうかなと思って。なるほどなるほどなるほど。では答えがね、果たしてどれが入ってるのか見ていきましょうか。正解はこちら、じゃん、彼氏彼女にするならキングトップ3、1位チェンバー、2位ソーバー、3位セイジー。1位2位を当てたのがコスプレイヤーチームとミーティーチームということで、まあって声が聞こえてますけど、どうですかこの結果を見て。セージ、いやちょ、セージですよね。はい、セージです。納得いかない。セージかマジか。あ、でもご飯作ってくれそうってさっきの上で、まあ、癒してくれそうですよね。この結果を見てファントムバズチームどうでしょうか。まあキリジョイ入れたやつが先般ですね、正直。こフェイド何これ。ちなみにこれフェイド何位とか分かります。これフェイドは何位くらいだったんですか。ゼロ票。あ、ゼロ票。あ、じゃあ俺が悪いです。ということで罰ゲームはファントムバズチームです。ではとても苦いセンブリ茶を一気飲みを、せーのの合図でお願いいたします。せーの、2回連続です。渋い顔が。皆さん、拍手をお願いします。いい水分補給になりました。あ、いい水分補給。お水大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。お水欲しいです。あ、お水ちょっとね、落ち着いたら飲んでいただきたいと思います。ということで皆さん、お楽しみいただけたでしょうか。バロラントエージェント、彼氏彼女にするならどのエージェントかトップ3、女性投票編、以上で終了となります。ありがとうございました。